ここでデイキャンプをしていこうね。はい。では。うん。コーヒー飲む？うん。みかん食べる？うん。はい。自然の着火剤と言われる杉の葉。これがまたいい感じなんですわ。ちょっと煙が出るね。うん。ほら、よく燃えるね。うん。あ、美味しそうじゃん。うん、美味しいよ。食べてみる。うん、うん。私あるよ。あ、いいの。いいよ。うん。この間とどう？うん。この間の上を行くかもしれない。嘘だ、甘い。え、でもこの間のよりは安かったよね。うん、でも甘いよ。へえ、プリプリしてたもんね、うん、今度のもね、うん、よいしょ。今日はインスタントコーヒーです。なぜなら前回の豆が苦かった。酸化してるって言うんだろうね。酸化してるっていうのかな、うん、だったので今日はインスタント持ってきました。でもしかしたらあのコーヒーさ、うん、もう一回火でこういったら使えるかもしれない。お茶っ葉がそうじゃん。 お茶っ葉酸化したらさ、うん、もう一回火を入れればさ、うん、飲めるって言うよ。もったいないもんね。うん、美味しい。うん、インスタントで十分かも。私はすげえなぁ、癒されるなぁ。美味しいね。網持ってきた。でも網よりもこっちにした方がいいかな。どうかな。まあ熱がね、うん、そう、じわーってくるんだったら、そうそう、こっちしようか。うん、でも乗せられるっけ。今日は焼き鳥を作ってきました。というか焼き鳥を作ったというより焼き鳥とネギをぶっ刺しただけなんだけど。ネギマ、ネギマ。ちょっとオリーブオイルを引いて、乗せます。よいしょ。同時進行でパスタも茹でていきましょうかね。はい、ちょっとずらしてくれる。ここ。よし。はい。OK。はい。わあ、すごい、美味しい。美味しい音がするね。美味しい。美味しい。まず美味しい。ちょっとおかしくない？美味しそうな音って言いたかったんだろう。音だけで美味しそうだよね、ほんとに。うん。乗るか？乗らないな。乗りますね。乗るか？うん。
と気が強い。ちょっと強いかもね。気が強いが微妙に。もう、なくなりそうです。今日は、きのこパスタをしたいと思います。きのこパスタを食べましょう、ね。車開いてる？開いてない。今日はご飯気分じゃなかったんですよね、私。今日はパスタ気分。大概私休みの日の昼はインスタントラーメンかパスタかを食べるんですよ、家で。一人休みの時はね。でまた最近辛ラーメンにハマってしまって、一時やめてたんですけど、また辛ラーメンを買い出しました。どうかなー、どうかなー、どうかな。ちょっとここ狙ってぐらいじいじいやかないと。あ、ちょっといい感じなんだけど、ちょっと強いかしら。気が強い。ちょっと強いかもね。まあ、まだ今はいいけど、うん、もうちょっとゆっくり、ここ目がついたら、あとはもうじわじわと。処分せんかったんだ。うん。ほら。使えるかなと思って取ってたの。うん。この間のこのままさ、再利用可能って書いてあったじゃん。うんうん。そうだね。うん。ちょっと経済的。うん。で、椎茸もそのまま焼く？うん。焼いて食べる？うん。こっち側にこう綺麗に並べれば。どっち？違うの、焼けないの、そうすると。ああ、鉄板につかないってことか。そう、つかないの。一回タレにね、くぐらせるわけよ、後で。まあ、いいね。いささか簡単ではございますが。はい。十分でございますよ。よし。パスタも、茹で上がったんで、味付けをしていこうと思います。みかんが増えとる。よかったな。やった、みかんの神様が現れたね。うん。そうか、山に来るとみかんの神様が来るのか。いいこと知ったね。うん。毎日来てもいい。毎日は勘弁して。和風な味付け。うん、和風な味付け。後ろのあの竹の笹がいい感じで和風感を醸し出してさ。醸し出してる？うん。いい感じ。もうどう？焼き鳥。あ、まあいいっちゃいいよ。もういい。うん。もうちょいっちゃもうちょい。いいっちゃいい。ネギがもうちょっとかな。うん。あっぱ。すごい破壊力のある匂いがしてきた。いい香りだ。ね。
こっちもいい感じじゃん。いいね。ほら。わあ、すごい。うまそう。よし。インスタ担当大臣。インスタなんてやったことないのに。ね、頑張ってね。頑張ってねじゃないんだよ。なんかどんどん私の仕事が増えていくもんね。いいよ、最高じゃん。はい、せーの、いただきまーす。パスタ美味しい。あ、本当だ。ね。うん。ミニミルクパン。うん。食後のおやつにぴったり。で、これを焼いてみたらどうなるかなと思って、ちょっと試してみようと思います。うん、まあ、表面がパリッとの中がしっとりになってくれれば最高なんだけどね。うん。まだ食べれる。うん。え、お腹いっぱいにならんかった？お腹いっぱい。なったでしょ？腹、7分。なってねえじゃん、全然。なんでそんな気使ってんの、私に。めっちゃ気使ってないけど。なる？いつもそうなの。いつもそうなのよ。分かってくれた？お腹いっぱいになったって言われたらさ、うん、うんって言うしかないでしょ。え、本当になってないの？あ？本当になってないの？うん、まあ腹 7.5 分ぐらい。私パスタ結構きつかったんだけど。あ、そうなんだ。うん。ミニミルクパン。このまま食べてみよう。食べる？うん、いらない。お腹いっぱいだもん、私。本当はね、この間ぜんざいもして、うん、すっごく美味しかったからね、うん、今日も買ってきてぜんざいもしようってだったんだけど、うんうん、まあ、ぜんざいまではちょっとね、うん、入らないかなっていうことで。そうそうそう。で、これを試しに焼いてみる。うん。チョコバナナもしたいんだけどな。そう。でも私、チョコバナナ、そういう系あんまり好きじゃないんだよね。ああ、そうなんだ。うん。まあ、どうでもいいけど。うん、そんな感じの返事だった。本当に、ああ、そうなんだって思ってないような返事だったもんね。もう、ただ言っただけのさ。うん。まあ、お互いそうだからいいんだけどね。社交辞令。うん。ガンで社交辞令。必要さね。いいかな。いいんじゃない、食べてみて。ちょっとは。え、いらないいらない。私本当お腹いっぱいだから。いただきまーす。お、ちょっと熱。ちゅうかさ、元の食感分かってる？うん、さっき食べた。あ、食べたんだ。うん。普通にうまいよ。あ、そうなんだ。うん。普通にうまい。食べてみて。いらない。私本当お腹いっぱいなの。なんだろうな。あ、わかった。あの、メロンパンの、うん、メロンがなってないサクサクのパン。ああ、はい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 。中がふんわりしてちょっと甘い。うん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 。メロンパンが乗ってないメロンパン。メロンパンが乗ってないじゃなくて、メロンパンが乗ってないってどういうこと？うん。メロン。うまい。これうまいよ。まだ食べるの？うん。ですって。てか、でも焼いたら何でも美味しいよね。うん。このままだとね、まあ、このままでも確かに美味しいんだけど、うん、パサパサしてない？なんかちょっとこういう感じがある、ね、うん、けど表面をちょっとパリッと焼くことで中がもっちりになる。うん。
あ、蜂蜜でも全然いけるな。ああ、そうかもね。うん。蜂蜜でもチョコレートでもいける。うん。Woo!